つかねたねおみは、江戸時代中期の武士。一般的には、つかね文左衛門の名で知られる。教法12年9月9日、尾張国名古屋で、尾張藩士、つかねたね中の長子として生まれる。陽名は、たの進む。つかね氏は甲斐、武田の家臣であったが、武田勝頼が滅びた後に、尾張へ移り住んだもので、尾張藩に仕えて種死んで七代目であった。 官方二年、党、種中が急成したため十五歳で家督を継ぎ、馬回りや藩主、徳川宗近の聖主である、徳川治久の故障を経て、森役を務めた。漢学を、スカ生祭、両祭親子に、和歌を、冷静溜め安に学ぶなど学問に親しむとともに、武術にも引いでまた、経済、土木など実学にも長けた人物であったという。この後、 法歴十三年三十六歳にして金方、何度役となり、その後も明は元年に勘定奉行、安永六年に、先手者頭と養殖を歴任。完成元年には六十二歳の高齢ながら西紀より、奉行となった。完成三年には、厚田奉行県専奉行に任ぜられ、完成十二年から厚田前に田ったの監託事業を指揮。また、晩年には、海西軍で、 飛ビッシュ監督に携わったが、これの完成した、共和元年12月19日に病没。京年76。墓所は、オースの太公院に置かれていたが、1952年に改装されている。なお、この改装の際のアクシデントがきっかけで、死後150年を経て、切腹説が流布することとなった。タネシンは暑田前に行の開拓民としてこの地にいた。 加藤吉左衛門、民吉親子と出会い、これが後に、瀬戸用に時期をもたらすきっかけとなった。当時の瀬戸では、陶器だけが生産されていたが、秘前時期など、時期の対等によって苦境にあえぎ、釜を継ぐのは、長子だけ、一個にろくろ一つのみ、など釜数の制限が行われて、吉左衛門も長男に釜を譲った後次男である、民吉ら家族と共に、厚田に移り住んでいた。 彼らが瀬戸から来た投稿であることを知った。種神は、かねて入手していた、神国の、当説に書かれていた染付時期の作り方について、指導し、下軍鷹から土を取り寄せるとともに、厚田神殿の古い堤防を利用して釜を築かせるなどして、これを焼かせ、続いて、藩と瀬戸の投稿らに働きかけて、瀬戸で、自慢以下にこの、 新生焼きの窯を開くことを認めさせている。なお、当初の新生焼きは、肥前時期などに、品質で劣るものであったため、種芯の没後にその意志を継いだ、養子氏の塚根小七、瀬戸大官水野健平や、瀬戸村の庄屋で投稿でもあった四代、加藤藤左衛門らが尽力して、国内の時期の本場である肥前に、民吉を送り出している。 戦後、名古屋市の戦災復興事業に伴い市内に、点在する寺院の墓所を平和公園へ移すことが決まり、種子が埋葬されていた、対抗院でも墓地の改装作業が行われた。1952年5月11日、途中から種子の棺を引き上げる際に、木管の蓋が外れて遺体が露出する事態が起きる。種子の遺体は白を化した状態であったが、棺の中に、 血のついたと応募しき布があったことから、種ンは、飛び島神殿開発による、半呼吸白の責任を負って切腹したとの風説が流れることとなった。種ンの死因については、終わり藩の藩士、なよろにおいて、病死と記されており、口述する、スねネ君やいひにも、美子つわりとの記述があって、亡くなる直前には療養中であったことが伺える。また、 すかねけの子孫にも切腹したという話は伝わっておらず、そもそも遺体は体を折り曲げた姿勢だったため、傷口などを確認できる状態ではなかったのだが、日本画家の山田明恵が同年に、郷土文化第七巻、第四号に寄せた一文で、発掘の様子を記し、ここで、調査研究の何者にも立ち入っていないと断りを、入れながらも先に記した、種心切腹説を挙げており、 この影響が少なくないと考えられる。塚根君やいひ当時、中区で菓子製造業を営んでいた、飛島村出身の人物が、種心の遺体が見つかったことを知って、墓所を含めた、飛島村への改装を、名古屋市や塚根家などに申し入れた。飛島村では、種心を、郷土の恩人として語り伝えていたこともあり、遺体は、名古屋市や、大公院。 つかね家の許諾を得て、発掘から数日後に、村内の長政家へと移送して、改装法要を行った後、ダビに付されて遺骨は、遺族と分骨された。母碑については、名古屋市に整備計画があったことからこれを断念。種子が亡くなった直後に母書に置かれ、種子絶筆あるいは自生と言われる和歌が刻まれた、家姫、つかねくんやいについては、 名古屋市が関与しないとしたため対抗院の開拓を得て、これを長政院に移している。また、種心の業績を検証するため、1953年に村内の新名社に銅像が建てられた。なお、対抗院にあった母妃は平和公園に移されたが、2010年の時点では新しいものになっており、元の母妃の行方は、はっきりしない。 昭和天皇即位に伴うもの。加藤民吉も同日に、地獄を追蔵されている。現在の名古屋市、港区。名古屋市交通局名港工場付近に、厚田前神殿の地名が残る。八戸後に、神聖焼は、染付焼、旧来の陶器は、本業焼と呼ばれた。飛島神殿の干拓当時、種神がいた、会所後に立つ。ありがとうございます。